クリスティアーノ・ダ・シューバは、ブラジル・パラナ州・カンポ・モーロン出身のサッカー選手。J リーグ・カシワ・レイ・ソル所属。ポジションは、ミッド・フィールダー、ホワード。エイダップ・ガロ・マリンガ FC の下部組織出身。2005年に、コリジー,バイフシート・バ・ FC とプロ契約を結んだ後、EC ・ジュベントゥージなど、国内7つのクラブでプレーした。レッドブル・ザルツブルク時代2012年1月。 レッドブルザルツブルクのトライアルに合格し、移籍金100万ユーロの3年半契約で入団。移籍初年度から、背番号10を背負い、オーストリアブンデスリーガと、オーストリアカップの2冠獲得に貢献した。2012から2013シーズンは、ラルフ・ラング・ニック新スポーツディレクターと、ロガー・シミット新監督の構想から外れ、リーグ開幕後にセカンドチームの FC、リーフェリングへ放出されたが、 選手登録の期限を過ぎていたため、オーストリアブンデスリーガのリーグ機構が移籍を認めず、同様の境遇にあったアラン、ラスムスリンドグレンら4人のチームメイトとともに、長期の出場停止処分を受けた。2013年、J2、栃木 SC に期限付き移籍。リーグ戦40試合に出場し、得点ランキング4位体の16ゴールを記録した。2014年、 J1 バンフォーレ甲府に完全一席。チームの守備的な戦術に適応できず、リーグ戦は5得点に終わったが、山崎ナビスコカップでは、予選リーグ5試合で6ゴールを記録して、得点王に輝いた。2015年、J1 柏レイソルに期限付き一席。8月16日のセカンドステージ第7節で、首位のサンフレッチ広島を相手に来日後発のハットトリックを達成した。 同年はリーグ戦前試合に出場して得点ランキング5位の14得点を挙げ、J リーグ優秀選手賞を受賞。12月26日の第95回天皇杯準々決勝、ベガルタ仙台戦では直接フリーキックのみでハットトリックを達成し、レアルマドリード B 域で知られるスペイン史マルカでも 本家のクリスティアーノ・ロナウドになぞらえて、その活躍が報じられ、リオネル・メッシでも達成したことのない異業を成し遂げたと、賛辞を送られた。翌シーズンも柏に残留する意向を示していたが、高額な遺跡金がネックとなり、クラブ側が獲得を断念し、2016年1月5日、期限付き遺跡期間満了に伴い退団することが発表された。2016年1月10日、 バンフォーリ甲府に復帰することが決定。リーグ開幕節のビッセル神戸戦では、早速2得点を上げ、クラブ史上初の J1 開幕戦勝利に貢献した。その後もファーストステージ全17試合に出場し、チームトップの7得点を記録した。2016年6月22日、セカンドステージから前年に在籍した柏レイソルへ、完全移籍することが発表された。 7月23日のセカンドステージ第5節ガンバ大阪戦では、クラブの J1 通算1 0ゴール目を決め、来日後自身3度目のハットトリックを達成した。セカンドステージでは9得点を挙げ、ファーストステージの交付在席時と合わせて、シーズン通算16得点を記録。得点ランキング3位に輝き、2年連続で J リーグ優秀選手賞を受賞した。 2017年から柏のエースナンバーである背番号9を背負う。4月22日の第8節横浜 F マリノス戦において1得点を決めて連勝に貢献した。10月25日天皇杯準々決勝の川崎フロンターレ戦では自身の得点で勝利して準決勝進出に貢献した。2019年自身6年不利の J2 でのプレーとなった。 7月には月間5試合にフル出場し3得点3アシストの結果を残したことが評価され月間 MVP を受賞。8月には第29節 FC 寄付戦の前半7分に記録したロングシュートでの得点が月間ベストゴールに選出された。最終節京都参賀会 C 戦でハットトリックを達成するなど19得点18。 アシストを記録し、柏の J に優勝に貢献した。2020年2月22日の開幕説北海道、コンサドーレ札幌戦でにアシストの活躍。その後新型コロナウイルス感染症の影響による中断期間中に下半身筋肉系を故障し、リーグ戦再開後も欠場。10月3日の第20説横浜 FC 戦で復帰するも、 出場時合数15と4得点はいずれも来日後自身ワースト記録となった。スピードとパワーを顕微しダイナミックなドリブルが武器。ありがとうございます。